えー、松田さんの後で大変やりにくい <laughs> でございますけれどもあの、イリスミと申します、よろしくお願いします。えー、今、アルファリーダーズっていうです、ねあの、次世代グローバルリーダーの育成支援というのをやっておりますであの、バックグラウンドは商社から、えー、アメリカのビジネススクールに行きまして、でその後あの米系の投資銀行で少し働いて、3年前から。 教育人材のプログラムとしてアルファリーダーズというのをやっていますでじゃあグローバルリーダーシップって何なんだっていうの、まあ、よく聞かれるんですけれどもいろいろとですねあの定義があるんですがぜひ皆さんにですね考えていただきたいなというふうに思っていますでよくあのアルファリーダーズに来る学生の方々にも聞く質問があるのでぜひ皆さんに今日聞いてみたいなと思うんですけれどもあの1000億円クエッションっていうのがあります でえー、すごい簡単なクエスチョンです。1000億円あります、皆さんは何をしますかでよくこういう質問をするとです、ね、あの学生の人たちはあの世界一周旅行行きたいとかです、ね、あの言うんですけども、まあ今日は社会起業家の集まりですので、まあ、そういうのはなしで、1000億円あったら、皆さんはその1000億円を使って、何をして、どういういいインパクトをです、ね、社会に与えたいか。 これがご質問です。よく考えていただければと思うんですけれども、でもう一つ上限があって、ここにあの携帯電話があ,ってありますで。この携帯電話はあの、魔法の携帯電話で、誰にでもつながります。で、誰にでもつながり、そして誰にでもです、ね、皆さんの欲しいものを求めて得ることができます。例えば、人がもっと欲しい、いいです。お金がもっと欲しい、できます。 もっといろんな協力が欲しい。大丈夫です。1000億円もあります。足りなければもう1000億円あります。皆さんはそれを使える立場にあります。いいですか。これが1000億円クエスチョンです。この中であの手を挙げていただきたいんですけども、よしと、その1000億円使ってですね、ぜひこういうことをやってみたいと思う人、手を挙げてください。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。ありがとうございます。 今ここにですね、多分120人弱ぐらいの人がいると聞いていますそのうちの多分ん8人という、まあ、こういう割合だと思いますで10%で考えると12人なんで多分ん56%の人が手を挙げてくれたということですねでじゃあここからがポイントですで今までのです、ね、社会企業側の方々はこう自分の思いがあってしかもそれをアクションという形に落とし込んできている でここからアクションをする人手を挙げてくれた人が5%いてアクションをする人が多分まあ半分いればいい方ですよね2.5%でそこからじゃ実際にやって成功する人で世の中に大きなインパクトに変えれる人っていうのが多分まあよく見積もっても半分ないぐらいだと思いますつまり2.5%の半分だとして1.25% 1> まあ約1%、100人に1人です。100人に1人。で、この1%っていう確率を上げたい、これがアルファリーダーズの使命です。で、リーダーシップって何なのっていうのは、多くの定義があって、特に答えがあるわけでもないんですけども、われわれが考えているリーダーシップってすごい簡単です。やりたいことをやるっていうことです。自分が 思っているやりたいこと、解決したい課題、こういうことをやりたい。そういうことをやってみる。これが全てです。で、やってるうちに、先ほど鳥居さんもおっしゃられてましたけれども、どん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 ですね、いろんなことが見えてきます。いろんな人が協力してくれる。で、そうしているうちにですね、なんか日本、自分が小さくやってたことが、どん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 大きくなっていって、日本に広がっていく。で、日本に広がっていくと、今度なんか、海外でもですね、うちの国でもやりたいよ、言い出してくる。 そうするとアジアに広がって世界に広がっていく。で、なんか気づいたらですね、小さくやりたいことをやってたのに気づいたら世界に広がっちゃって、あら大変と。なんかグローバルオペレーションをやんなきゃいけなくなっちゃってる。これがグローバルリーダーシップです。でそんなね、かっこいいもんでもないんですよ。やりたいことをやってればなんか世界で大きくなっちゃった。これがグローバルリーダーシップです。つまり何が言いたいかというと、そんなに大層なことではなくて、本当に皆さんの気持ち、 一つから生まれるっていうことなんですつまりグローバルリーダーとは誰かっていう,こう質問に対してはすごい簡単な答えでもう皆さんそのものです。でそれをやるときにじゃあ例えばリーダーシップを取ろうと思ったら自分のやりたいことがなかなか見つからないっていう人もいるでしょうしじゃあそれをやるためのですね知識だとか経験がないっていうステージもあるでしょうしじゃあ今の仕事を辞めて挑戦するっていう勇気が少し足りない場合もあるかもしれない。 で少しです、ね、大きくなってきたときにそれをより大きくするためのやり方がわからないというようなこともあるかもしれないそういうです、ね、一つ一つのハードルをやっぱり超えていくサポートを我々はしたいというふうに思っていますなので我々としてはです、ね、これからより多くの人が本当にやりたいことに挑戦できるような世界を作っていきたいと。 いうふうふに思ってますしぜひですねあの皆さんも何かこう心にもやもやっとしたものがあればぜひですね挑戦していただきたいと思っていますしもしこちら側で一緒にですねこれからの人々をこう応援して一人でも多くの人がですねやりたいことを今できているとすごい楽しいと大変だけど楽しいと思ってくれるような人をですね一人でも多く生み出せればというふうに思っています。 あのこれからもですね頑張っていきたいと思ってますのでえ応援よろしくお願いします今日はありがとうございました。